マイナカードの問題、12月2日保険証を廃止しますと河野太郎が言ったわけです。それが諸考えだって言ったのが、ね、さっきお話しされたようにネットでバズってるっていうやつなんですけれど、今ね利用率が 9% くらいになったそうです。だから毎月ね必死になって 1% ずつ利用率上がってるの。でも12月に間に合うわけないでしょ。このペースでいくと絶対間に合わないんですよ。で間に合わせるためにもうね医療機関、病院の窓口と薬局の窓口にとにかくおすすめしなさいっていうことをやってる。なので保険証を持ってマイナカードの保険証を持ってきましたかって聞く。で12月からは保険証なくなりますかねからねってやんわり言う。そうすると東京新聞の読者の調査では半分が義務になったんだ、作らなきゃいけないのかって思うんだそうです。で心配してる方もいると思うし作ってない方もいると思うので言っときますけど、作らなくても大丈夫です、ね、でマイナカードを作らない人には資格確認書という今持ってる保険証とそっくりなものが来ます。ほぼ同じです。今大体できて案ができたのでサイズも一緒なんだよね。じゃあ今のままでいいじゃないって言うじゃないですか。そうすると やめるといった以上はね同じじゃダメとそんなこと意味ないでしょって思うんですけれど、それと認知症の方たち暗証番号覚えられません。今6つ覚えなきゃないんですよ。でそれが新しいカードになると4つになります。4つだけど6桁それは認知症じゃなくても無理だなって思うんですけど、そういう人たちは暗証番号を登録しなくても良いカードをもらいます。マイナカードと一緒なの本当はね、登録しないだけなんで。だから顔写真で認証するって言ってます。でもその顔写真で苦労してる人がいっぱいいるんだけどね。それで問題はそういう暗証番号のいらないカードにするといわゆるスマホを使ってマイナポータルっていう自分のね情報がどうなってるか履歴を調べるとかいうことは一切できません。なので国がメリットだって言ってることも全然できないのです。そもそもできない人の方が多くなってくるんじゃないって思いませんか。断ってる人も多いしね、暗証番号わからない人も多いし、そういうことを考えたらやっぱりね無理やり保険証にする必要ないんですよ、マイナ保険証に。だから今ね国はなんとかしようと思って薬局に利用率が上がったら20万円の手当を差し上げますとか、病院に最大40万円差し上げますとか。ただね病院経営してる人に言わせるとね、40万円ポッチもらったって全然関係ないよって。もうね1000万とかそういうレベルの赤字がもう今積み上がる、そのくらい大変なんだった経営がね。その時にねデジタルを入れれば手当やるし加算もつけますよって、そんなことを言ったってダメなんだっていうのが現場の声なんですね。で介護保険証までマイナにするとか言ってますよね。だからやっぱり圧倒的に反対の人の方が多いと。だったらこれは、やめさせるっていうのは、保険証はマイナにしたい人はすればいいけど、したくない人は持って今の紙の保険証を持っていられるということをちゃんと続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。